とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いいクエストが出てきております。ここ、デイリーさんで報酬がアーティファクトですね。カバンが出る可能性があります。今、俺が持ってるカバンが、255と、もう一つあって、254ですね。256が欲しい。ということで、今日は256が出るかもしれないチャレンジ、いきます。それでは、いきますね。今日装備してんのが、フルメタルアーマーですね。そして、誕生と終焉です。いきましょう。HP4 になるまでエメラルドが回復。ウィッチに代わって臆病を持ってる。うん、まあまあまあ大丈夫じゃないですか。ここはもともとね、キャプテンが少なめなので、いたら倒すぐらいでいきます。うん、あんまいないんだけどね、こうやって。はい、動かない。こういうことたまにある。待て、こういうことあるよね。よし、おお、なかなかやね。いきなり結構敵がいる。よっしゃ。オッケー。おお、止まった。完全に止まったぞ。あ、ちょっと待って。矢をあっちに置いてきたまんました。矢がね、ものすごい重要だからね。できれば、常時300本ぐらいは持っときたいかな。うん、300本あれば、まあまあ、いいと思うんだけども。矢はとにかく重要です。よっしゃ。戦い方がね、重要なのよ。敵の HP が結構高めのやつが多いんで、ドラをしっかり当てて、削っていくっていう感じにしないといけないんだよね。なので、ドラをちゃんと当てるっていう技術が大事になる。俺はまだまだですけどね。はいはいはい。こう真ん中別に行かなくていいけども、矢が出る可能性があるので、俺は一応行くようにしてますね。じゃあ、矢がね、やっぱり最初のうちにね、ある程度溜まってると嬉しいもんね。なので、最初のうちに行っときましょう。じゃあ、そんなに強くもねえか。うん。ここね、キャプテンが出ることがあるんだね。旗を出すキャプテンじゃなくて、普通のノーマルの敵のキャプテン、あれがね結構強いんだ。うん、なのでちょっと注意が必要なんですけども。おい、これウィッチがね、多分後々めんどくさくなってきそう。今のところは別になんもないけど、後々ね、なんかうわーって出てきそうな気するんだよね。よし。おっと、イリュージョナーが来た。どこ？一応倒すか。一応倒していきましょう。どこ？よくわからなかった。どっかにいたんだろうけどね。どこにいたのかが全然わかんなかった。しゃあ、おっと。嫌なやつがいる。中間地点到着。339本、まあこれぐらいあればね、大体安全かな。矢がなくなると本当どうしようもなくなるもんね。こんぐらいあればまあまあまあ大丈夫でしょう。いくぞー。しゃあ、これね、耐久力抜群だから、もうちょっとやそっとなことじゃやられないのよね。これはね、なかなか素晴らしい防具だと思う。あともうちょっとだったんだよね。惜しいのよ。うん、もう一ついいのがついてればマジで最高だったんだけども、でもまあまあこれでも全然満足ですよ。ここどうやったっけ、忘れた。どうやって言うんだったっけ。なんか行き方があったんだよな確か。あ、でもまあまあいいや、もうどうせあと2回ぐらい倒せば終わりだし、いいですよ。よし、いたいたいた。ああ、最悪こいつマジで嫌いだわ。よし、オッケー。
ここを抜けたところに、キャプテンが2体いる可能性があるだよね。2体いてくれるだろうか。まあ別にアーティファクトのやつだから取らなくてもいいのよ。報酬別に変わんないんで。なので、うーん、悩むところはね、わざわざ難しくすることもないけども、まあまあまあ行きますかね。ここはやっちゃいましょう。さあキャプテンいるかな。どうだろう。頼むよキャプテン、いてくれ。いや、いないか。なんか怪しい。あ、洞窟があるわ。え、この中か。いるかな、洞窟の中には。よっしゃ、特攻しましょう。いや、ここいないやつだぞ、確か。やっぱりか、いなかった。多分この先行ってももういないんだよな。確かもういないと思うんだけども、ならばいいや。うん、そのまんまボスに進んでいきましょう。頼むよ報酬。結局いなかったっすね。いなかったキャプテンは、残念ながら。なんで普通に倒します。痛い地味に痛いな本当に。できればここでね、パワーポーションかなんか出てきてくれればすごい戦いやすくなるんだけども、出ないかな。そう簡単に出るやつではないか。いや、アイデルボーナスとか入れてや大概出るんだけど。 OK。 あ、ミスった。 OK。 あー、よし、もうドラをね、すぐ使える状態ぐらいにしとかないと減らせないんだよね。ちょっと、これロール、あー、ミスった。ロールチャージだったっけ。アーティファクトチャージ、ロールチャージだ。あ、ロールチャージなら入れやすい。ちょっと待て、なんか変になってる。 OK。 あー、パワーポーション出た。ナイス、いいよ。とりあえずザコを出してしまうか。とりあえずザコをね、片付けて、次で、いや、勝負決めれないな。これはちょっと減らせないかもしれない。でも、まあ、極力いこう。ドラを使えるようにしといて、OK、いけ。回復早い。いや、もともと無理なのか。もともとが、まあ、無理なのかもしれない。そうか。多分そうなんでしょう。だって今の、あからさまに回復早かったもん。次でいける。多分。痛い。ここでちょっとリーチの短さが出てきたね。でも大丈夫。よっしゃ、あ、ミスった。よし、減らせ。うわー、ひどい。減らせない。よし、 OK。 でこいつも倒しとくか。はい。いやー、やっぱり時間かかるようになったね、こいつは。本当にさ、こいつ倒すのに時間かかるようになった。ほぼワンパンでいけた頃がね、懐かしい。あの頃が良かった。よし、パワー、あ、そっか、マックスにすれば臆病が発動するのか。よっしゃ、終わりー。はい、では報酬見てみましょう。頼むよ256。それでは見てみましょう。頼むよ。うわー、はい、それでは戻ってきました。残念ながら壊れたビーコンの256。
まあ、256っていうのは良かったけどね。残念です。今まで持ってたのが、いや、これじゃない。255だった。パワーは、上がりましたね。435万から470万。だいぶパワーアップしたんじゃないっすか。いやー、残念だな。でもまあ、一つ最強のアーティファクトが増えたっていうことで、喜ばしくはありますかね。はい。ということで、今日は、カバンは出なかったけども、ビーコンが出ました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。